っていきまーす。意外とうまそうでしょ。ずっとだから俺もう別にまあいいかと思ったけど、あれ俺今ジャンピのこと言われました。出た、あー出た、俺ジャンピだ、怖い、言われる、なんだ今のは。今のうち面白すぎる。やばい、ジュニアさんにエンジンがかかってきてる。止まってくれ。ジャンピーなんですけど、ジャンピーは空中でガスのキーを同時に入力しないとできないです。これこれ原理は、まあ、これ、まあ、過去の動画でもちょっと話したんですけど、痛い場所に対して斜め45度で侵入してジャンプの頂点でこう見えた瞬間に斜め後ろにこう移動します。こうやって空中で、要はだからキーボードの入力は分かりやすい。この人の説明のジャンピング分かりやすい。は AD って言ったんですけど、斜め45度のこうなんでもいいんで、 W じゃなくても W、うん、斜め移動しながらこうこれでも一応できる。とりあえず逆キーに振ればいいんだ。壁から遠いところでジャンピングしちゃうと、こう見えた時にこう下がるの遅いんですよね。ここを見えた瞬間にこう歩いて下がると結構長い間ここから撃たれるんですよね。なるほどね。こっから見ちゃうとすぐピョンって分かりやすい。いやすごい、頭いい人ってすげえな、説明がスッと返ってくるわ。取れてすぐそこで下がる。分かりやすい、近い方がいいです。ちょっとこのジャンピークだけね、今日はね覚えて帰ってください。はい、次に行きましょう。そこにセントリー設置してどうすんだこれ。見物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 。やめてくれよ、俺だけ変なことしないでくれ、頼む。反応して、はい、あ、悪くない、そこで顔出したら悪くないんじゃない。買ってるよ、そのタレットを利用するっていう意思が見えてんの。いいよ、あ、あ、これセーフだと思う俺、悪くないでしょ。忘れたこれ、やっぱり喋ってる時エイムが動かせてないですよね、やっぱり。まあ、これなんですよね。ちょっと一回もうちょっと止めますね。切羽詰まったシチュエーションで喋るとマジでエイム動かせなくなるので、誰でもやばすぎやろ、この画面やばすぎやろ、この画面やばすぎやろ。でもいいですけど、バックワンいる、バックワン、バックレナ、これ俺覚えてるよ。俺だってこれ見ながら俺飯食ったもん。出るぞみんな、ジュニア史上一番の褒めが出るかもしれない。はい、ナルフォーニャンキャスですね。これやばい、これやばいわ、難しいなこれ。今日眠れなくなっちゃうかもしれない。うわうま、俺打ち合い強いな。鳴らして、いやこれ何回見ても気持ちいいね。うるせえ。これマジで強いよね。なんでこれ当たってんのこれ、不正でしょこれ。ジュニア、なんでこれ当たってんのこれ、不正でしょこれ。当たってないでしょこれ。ねえこの人は何を言ってるのマジで。ジュニちゃん何を言ってんの。フレーム単位で再生できるんですよこれ。いいキー、よし、じゃあ行きまーす。はい、0フレーム目、はい、ここ1、2、3、うん、頭1個分ずれてますねこれ。エイム、なんでこれ当たってるんですか、これ不正ですか。ここから行きます。1、2、3、4、5、この人やばい、この人やばすぎる。12、13、頭一個もずれてるやんけ、なんでよねん。ほんとだ、めっちゃずれてる、めっちゃずれてるけど。ファントムを使っている、終わりなの。スタメンジャパン不正なファントムを使っているで結論づいたんだけど。なるほどね、キャッツ、あ、ウルポ拾いに行った、これもしかして。やべって、その動き、いやジャンピーク。いやジャンピーク。笑わせるのやめて。こいつやピョーン、垂直ジャンプビーグが当てないじゃん。すげえ、リプレイ見返してすげえな。ウルポ拾いに行った、これもしかして。やべって、その動き。いやジャンピーク。笑わせるのやめて。やべって、その拾い方。ああもう A ショットジェット突っ込んでた。相手のキル上やるんで気をつけてください。はい、リコイルが上手いっすよね。リプレイで見るとでも俺別にマジでエイム悪くないね、このゲーム。
ラウンド始まって残り30秒でウルトポイントあと1だなって気づいてたら多分こんなプレイはしないと思うんですよね。一回ねやっぱり映像悪くないんだ俺。一回チェックしてもろって。多分ウルポ欲しいなってなったら多分自分のリプレイってシュートしてからちゃんと真面目に初めて見たけど、俺エイム良くなってる。こうやって拾ってたんですけど。ちょっと聞いてなかった今。一回チェックして。自分に溺れて。多分ウルポ欲しいなってなったら多分ここにタレット置くのは全然あると思うんですよ。ここにタレット置いてでこっち側で拾う。このウルポをここの石垣のこの壁とここの木製のこのライン合わせた状態で拾えるんで、これが一番体隠れるんで、こっちの方で拾った方がいいですね。怖っ。こうやるとね、そっちまで行くの怖くない？アドバンテージ与えるからだけど。マジそれ？本当にこの人？どこのコーチこれ？これどこのコーチやってんの？普通にこういうやつで拾って、タレットで拾って、まあ、コロッケ入れながら拾ってもいいし。コロッケって言うのそれ？するけど拾ったら バロランとやってる人たちコロッケって言うんだ。でこの人だけ騙されそうだった。マジでこの人が常識だと勘違いしてしまう。守りの話一回まとめます。ちょっと忘れそうなので。あ、お願いします。まあ、正直打ち合いだけでもダイヤいけるレベルなんで。正直キャラクターをね、もっと打ち合い強いキャラにしてもいいかもしれないです。キャラクターをね、もっと打ち合い強いキャラにしてもいいかもしれないです。あ、そうそう。ピーです、そこが。違うの違う。俺が楽しいバロランとは違うの。なんか、サポートチャンプが楽しいの。じゃ攻めいきますか。ちょっと守り。俺なんかね、ジョイ、攻めの方が自信あるんだよね。なんか知らないけど。ラーク楽しくてね。やっぱ、その、設置した後の裏取り、裏をケアできるってめっちゃ強いと思うんだよな。A ショート怖え。てか俺この時ゴースト買って。え？何？ガキ、何今の？何の音？何の音？動画の音だよね。絶望の音が鳴ったんだけど、やめてくんない？高いかも。A ショート怖え。これさ。これ完全に、単純な視聴者だろ、編集ミスかってなるけど、コーチングされてる本人が見てると、デーン流れると、どかしたかなってなるから。やめて。フリーエイム、ワッタ。いい歩きながら、斜め移動のこの、とっとこ、あーここ俺これまだやってんだ。これだけね、直し帰ってください。いや、歩きながら見たらいいんですけど、こう斜め移動しながら、こうね、とっとこね、とっとこするのはね、あんまり良くないかなって思うんですよ。うん、まあ、真横移動で絶対フレームして。俺これ、B 中よくドライピークで入ってくんだよね。で、ここ見て。そういう時もちゃんと横移動しないとダメな。して、次に行きましょう。ここ、ゆったり行く癖があるんだよね、これ。ここ。今なんかピョロって出るの感じだな。頑張り感じる、頑張り、今日頑張り感じます。一瞬走ってるけどできてないです。単純にこれは精度の問題。やろうとしてるけどできてない。これの動きめっちゃするんだよな俺、うん、この動きが下手くそなんだろうな、やり方。なるほど。これ専門用語でクロスフェアプレイスメントって言うんですけど、いやクロスフェアの置き場所みたいな。クロスフェアプレイスメントを見ると、ここは OK です。ここの隙間、この隙間は OK で、あとシーコネのシーリンのここができないですね。ここ要はもうふわふわしてる。これここれこれ全部ふわーんってこうやって。いやこれさー、これ俺いつまでたってもできないんだよな。ここクリアリングのクロスやプレイスメントの話を俺は今してる。爆破ゲームの一番のねーここの壁だと思ってるんだよな。繊細なんだよなマジで。この行動ふわの部分がちょっと短すぎるからパキパキでいいよねっていう、ね、パキフパキでもいい、パキフパキなのかもしれないけどっていう、ね、話でした。ちょっと何言ってるかあんねえと思うけど。いやわかるよジュニアさん、伝わってるよ。いや DT 怖え。タレットを信用しすぎている。ミッド出てる。タレットを信用しすぎて確かにその節はある。どいてこれヘブンとヘブン下が開くんで、そこだけや。報告感謝します。ヒルジョにロックダウンが当たらない場所の報告感謝します。今日一位、今日待って止めます。キーボード連打してませんでした今。俺の耳はごまかせませんよ。うん、何連打してる。あのですね、今日これだけオブで書いてほしいんですけど、ヒルジョイのコロッケなんですけど、これね押しっぱなしで発動します、連打して。これね押しっぱなしで発動します、連打してね、ような音聞こえるんですけど、これ、はい、めちゃくちゃ連打しとる。これ押しっぱなしでいけます。今日これだけオブで書いてください。そうなんだ、それ最速だね。起動ね、いきます。いいキー知らなかった。ほら、まあ、連打でもちょっといきますけど、まあ、連打より楽で早いですよね。楽で早いよね、間違いないよね。で今のシチュエーションなんですけど、ロックダウン終えた後にこうガン見しながらコロッケやってましたよね。こうやって、やってた。こうやってガン、ここガン見しながらこうコロッケやってましたよね。これ壁に隠れましょうか今日は。それがいいと思います。なるほどね、おすすめです。本当だ、めちゃめちゃ見てる。めちゃくちゃ連動してる。むずいな今のこのパート4は。俺にとって大切すぎるな。
やばいな。フリーエイムね。いやちょっとだけでも意識してるって言っても言うてちょっとだけあったね。徹底しないといけないレートに来てるっていうのをジュニアさんは言ってるんだな。はい、フリーエイムで俺が思うのは、左にずれるぐらいだったら右にずれた方が強い。これ左にずれてるから一番やりづらいエイムが求められてる。行き過ぎの方がいい。だから要は進行方向に対して同じ方向にこうやってエイムした方が。これはもうちょっと待って、こうずれた、これ一回パスしていい？これ俺怖い。プリエイムすらできてないね。細かすぎない か, かここにできるとして進行方向に対して逆側にエイム置いといて、むずっ、これ簡単な気がするんだよね。エイムとりあえず進行方向の逆側にエイムしまくってた方が俺はやりやすい。クリアリングが独特。リコイルはうめんだよな。補助輪効果、リコイルはうめんだよ。おお、補助輪を理解している。もう多分俺の録画を見た時からこれは補助輪だってのが分かったんだろうな。さすがだジュニアさん。してカバーしてトレードしてボブ拾って、これ危ない。ジャンピック、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 いやジャンピックやばすぎ。うるえる拾い方。よーし、じゃあウルト置いて A フェイクし、 A フェイクして C 行くか。どうでしょう、裏の味方やべえな。それ裏の味方が世界一やばいかもしれない。これいやー怖い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 。これ幼稚園児が包丁握ってる感じ。やべえ、リスペクト。なるほどニャンキャーズ、なるほどニャンキャーズ侍これ。なる、うわお、よっしゃ。そうよ、今見てみればやばいわな。まあ、包丁持った幼稚園児は怖いっすからね。攻撃力ありますか、包丁握った幼稚園児は。いやー怖い、ランクすんだよ怖い。まさかの、え、ドライ、 What the P は What the P。 あーここかは。排除完了。アラボも置いときますか。 What the PPPPPP 打ち方やべえって。あいつ誰だ、キルジョイか。 PP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 。 皆さんありがとうございます。ゆっくり、はい、ゆっくりありがとうございます。ゆっくりならなんか突っ込んでってるな。なごめん39カットさあ見届け、一旦見届けまーす。ポイントポイント、一旦見届けまーす。ナイスナイス、やったー、プラチナ、ありがとうございます。せっかくなんで最後のラウンドもう一回見るんですけど、最後3 on 1シチュエーションになるじゃないですか。これ行くじゃないですか、こうやって KO のこのフラグメント来てたから、相手のキルジョイ見る場所ここしかないんですよね。だからここ見られてました。うわー、要はフラグメントがある間は相手も味方もこっち進めないじゃないですか。だからこっち相手絶対進んでこないなってことは一応可能性があるのここだけなんで。なるほど、ね、だから相手はここをガレージ見てました。だからこれは何すればいいか、よかったかっていうと、これただ待てばいい、待てばいいです。これサミさんね、あ違うな、いや、さ、いや、先に言っとこう。いや、でも全体的に良かったんじゃないでしょうか。ずるいって、ね、何もかも言いくるめてると思ってじゃん。そういったところでしょうか、今日は。はい。はい、というわけで、長くなってしまいましたが、動画ありがとうございました。ありがとうございました、ジュニアさん。はい。まあ、鼻くそをじっててもダイヤモンドいけると思うので、まあ、聞きながら練習して、マジか。ダイヤモンド踏んでも、もろてください。鼻くそをじってたらちょっと余計だったな。というわけで、こんな感じで、全体的に良かったね。全体的に良いと思ったら、高評価、チャンネル登録。撮るコメントの方もよろしくお願いいたします。それでは皆さんさようなら。高評価、うーわー、これは自信になるな。やっぱそうなんだな。逆に言えばそっちを意識しすぎてるのかな。結局は敵を撃って殺すゲームだからね。キルジョイとかさ、戦士とかってさ、スキルの置く場所とかがやっぱり大切なチャンプだからさ、そういうのを結局意識しちゃうんだけど、やっぱり人を撃って殺すゲームなんだな FPS って。またそのなんていうの、塩梅をさ、今スキルガーン、エイムガーン下がってるところちょっとこう調整していかないといけないのが、難しい。俺が今必要とされてるのがエイムだな。なるほどね、プリエイム練習ですね、僕に必要なのはさ。